画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライト、本日はデススリンガーとなります。ランクリセット、グレードリセットからね、2週間経ちますが、未だにね、金3でとどまっているのは、プレイ頻度が落ちているからでしょう。デッドバイデイライトがね、なんか、つまらなくなったというよりも、まあ、他にね、他にゲームやってるんで、なかなか、デッドバイの時間が確保できないんですが、まあ、弱体化されたデスリンがね、まあ、頻度減ってる中で、まあ、弱体化されたアップデートが入ったっていうのに、まあ、サバイバーでもなかなか見ないと。まあ、やった回数は少ないんですけど、サンプル数は少ないんですけど、全然見ないと。いうわけでね。で、私も一回も触ってなかったんで、まあ、今回やってみようということで、やってきました。パークは死を呼ぶ追跡者ですね。まあ、デスリンガーみたいな、チェイス強めのキラーは、まあ、結構、使いやすいパークで、でまあ破滅イタチのまあ基本的なね、でアップデートで恵みの輪が返ってきて、まあ不死破滅よりも破滅イタチの方がまあまだ安定するかなと、いうわけでね、破滅イタチにしました。で興奮はまあデスリンガーは結構ねキャンプが強めのキラーなんで、まあ、これでねいい位置に釣ってっていう感じだったんですが、今回はまあ生きたかどうかは微妙ですね。はい。でアドオンはですね、まあ、あのひるむ時間減少で、この前のでっかいアップデートで入ったデスリンガー唯一の強化といってもいいのが、このひるみ時間の減少、素のひるみ時間の減少だったんですが、それにこの2つのアドオン組み合わせたら、まあ、めちゃくちゃ短くなると、いうわけでね、まあ、これが結構強いと。まあ、あの PTB の時はね、あの戦車デスリンガーつって、あの構えてる時の移動速度が、上がるやつ、どれだっけ、保安官の気象と指名手配ポスター、この2つを組み合わせたなんか戦車デスリンガーっていうのがね流行ってたんですが、まあこれがね、これじゃないわ、これか、顎粉砕弾と指名手配ポスターっていうのが流行ってたんですが、まあそれがね、まあ、PTB で猛威を振るいすぎたのか対策されたんで、まあこれが一番強いんじゃないかなというわけでね、今回この2つのアドオン使ってやってきました。というわけで、まあ、久しぶりのキラープレイでね、視線がもうめちゃくちゃプルプル震えてますが、震えててね、まあ、なんか見づらいと思いますが、最後まで見ていただけたらなと思います。というわけでゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあ、というわけでね、いやー、弱体化されて初めて触る上に久しぶりのデストリンガー、まさかのラクーンシティ、マジですか。やべえですよ、やべえですよ。深音 32m はね、やべ。これね、もうね、やべえです。そっから真ん中行ったんじゃないかな。あ、やばい、完全に追跡者がバッたね。なんかふわふわする。いやー、ダメなのか。回り込めるか。ダメか。ただ昼み時間がねめちゃくちゃ短いので、よいしょ。さあ、破滅が恵まれてしまう。ということは下に一人、そこに一人いて、よいしょ。なんかすごい視点移動ふわふわするんだけど、これなんで最近やってないから。
真ん中回されちゃったか。救助。こっち側に行って右だね。下か。やべえ、わかんねえ。あ、ダメか。きついね。よいしょ。あそこで何してんだ。上、上がる。あー、どうなのか。やべー、撃てないのはつらいね。デスレインがただでさえこのマップつらいのに。端っこつるか。ここでいいかな。よいしょ。で、上チェックしよう。上やってないな。これこっち側でうまくキャンプすればいけんじゃない。でもなんか暗いせいなのか、感度は変えてないはずなんだけどな。デスリンガーのエイムした時のあれはあるんだけど、なんかそれプラスそれ以外にもなんか普通のこの通常時の感度がなんかねまずいのよ。向こうしかつかないのは OK。 これ殴るか。あー、ダメか。やめとこ。上からそっち行ったね。いや本当は引きちぎりたかちぎりたかったんだけどね。よいしょ。下行ったな。どうも。またここでしょ。これじゃないのか。上のトーテムかな。よいしょ。これ上にあると思うのでこのフックに釣りますか。なんか興奮も心なしか遅い気がする。よいしょ。下だね。あるね。よいしょ。これはイタチ決めて救助。
上にそのままいたか。その場治療かな。またおそらく同じところを恵んだんじゃない。よいしょ。違うね。あ、ダメか。とりあえずこっち向きで回ることにして、壺を貯めて、オッケー。そこ回してんのか。よいしょ。オッケーオッケー。で、恵んでるところはだいたい見当がついてない、ついてないです。何も分かりません。よいしょ。でこれ鎖引きちぎれてもめちゃくちゃ復帰が早いです今回は。なんだ今の。なんじゃ今の。またバグってしまったのかい、このゲーム。しばらく見ない間に。ジェイク、とりあえず耐久入れる。まあ、このままキャンプして殺してもいいけどな。ユンジンがまあ回すんだったら回すで。なんか音聞こえたと思ったけど、これ私の足音か。あ、なんかいる。よいしょ。よいしょ。これ普通に殴っちゃった時はね、実は昼見時間はね変わらないんですね。というわけで、なんとかなりましたね。どっちだ。で、ハロウィンのアーカイブミッションかなりサボってたんで、釣りたいんだけど。よいしょ。とりあえずこの人はここでよくて、え、ユンジンは、ユンジンどこ行った。これハロウィンフックだね。そんな、あー、こんなところに。回ってくるでしょ。ああ、ダメだ。今のは全然ダメでしたね。まあ、エロディ失血するまでいいけど、ただね、私ちょっとランクも、ランク、グレード。グレードもね、上げていい。あ、そこ。何もなくないですか。デスリンガーどうしちゃった。おかしなことばっかり起こりますね。
こうか。よいしょ。なんかがっつり恵み使われたの初めてな気がしますね。君あそこに釣ろうじゃないか。よいしょ。あー引っかかる。ラクーンだから引っかかるのか、単純に最近やれてなくて引っかかってんのか、なんか感度がおかしくなったか。まあまあまあ、いやでもあれだね、あの昼見時間短くなったのは強いね。その代わり失ったものがでかすぎるんだけど。あ、どうも。これハロウィンフックかな、これ。違うね。これワンチャン興奮ついてるからいけない。あ、いける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 。よいしょ。 OK。 ふぅ、なんかハッチが開いたぞ。こんなところにハッチ湧くんだ。よいしょ。というわけでね、サバイバーの実況は撮ってたんだけど、キラー実況3日ぶりぐらい、キラープレイも3日ぶりぐらいだったね。緊張しましたが、何度かね、全滅取れました。これいったでしょ。 OK。 というわけでね、弱体化されたデスリンが全然触ってなかったし、サバイバーのプレイ回数も短い、少ないからアップデート来てからね、この前の、まあ、デスリンがどんなもんかなと思って試してみたんですが、まあどうだろう、昼見時間が短くなったのは素直に嬉しいけど、やっぱもっさり感がちょっときついかなと、いうふうには思います。血族手札公開だったか、最初のジェフ。ようあれキャンプできたな。絆刑事の直感、やっぱ2人ぐらいだね、恵みは。でこれもね、アップデが入ってバグ直って戻ってきたということで、まあ、キラーはね、もっと辛くなる環境なんじゃないかな、先週に比べて。これが停止されてた時に比べてね。うん、まあでも頑張ります。今日からまた真面目にやろうかなと、デッドバイデライトね、思います。というわけで、デスリンガーでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。